皆さんこんにちは。歩いて稼いでいるゲーマースプランです。さて今日はですね、カロランについてお話ししていこうと思います。始めるなら今でしょって感じですね。DYORNFA ですね。でよろしくお願いします。はい。で私がねまさに今始めても良いというふうに判断した理由が5個あるんですね。トークン価格、出来高、シューズ流動性、あとステップンとの比較、そして日本での人気のなさですね。まあ実際に私がこれを判断指標にカロラン始めました。そして懸念点とのもやっぱりあると思うので、それについてもまあ正直にお伝えできればなと思います。はい。ということで判断した理由早速見ていきましょう。はい。でまずトークン価格と出来高ですね。左側にフィットトークン、これはカロラに使われている、まあ、いわゆるステップンでいう GST みたいなものですよね。で、右側に GST を示してます。これはソラナのものですね。今、1フィットが390円、1GST が23円っていうのが現状です。まあ、これがトークン価格なんですけど、出来高の方を見てみると、これフィットがね、もう暴落したって言ってるんですけど、これ後で出てくる、まあ、ハッキングですね、によって落ちてるんですけど、30メガドルぐらいあるんですよ。なので、まあ、結構取引量としては今もあるよね、とこです。で、一方のソラナの方の、これ立ち上がりの時なんですけど、これなので2022年の1月とか2月のグラフをね今ここに書いてるんですけど、この時で4メガドルぐらいなんですよ。まあ、なのでそれの10倍ぐらいの出来高はあるよってことなので、そんなに過疎ってるかというと、まあそんなに過疎状態ではないんじゃないかなっていうのがこのフィットトークンのまあ現況になっています。はい。で、あとはこのちょっとね横軸が異なるので、1ヶ月間っていうのをこの固定してね青の枠でくくってみました。で、こうやって見てみると、ステップンの初期とカロランの初期ってちょっと似てるような気もするんですよね。まあ、なので、私は、まあ、この波形も見てね、ちょっと一つ始めてみたいかなと思った指標にしています。はい。で、まあ、こうやって見ると、ステップン初期よりは取引量が厚い。まあ、ボラもね、同程度だなっていうのが、まあ、わかると思います。で、あとは気になるのが、シューズ流動性ですよね。2、3週間前、まあ、四国ってみんなが言ってた時だと、この流動性が本当にない、本当に1日靴マーケットに出してるんだけど売れないみたいなことを言ってたんですよね。で今回ちょっと実験として5分おきに売られる靴をリフレッシュですね、更新してその数を数えてみました。新たに何足が出てくるかっていうところですよね。でこれを5分おきに新規に出た靴の数を書いてみると5、6、4、8、9ってなりました。これそれぞれ5分間なので合計25分ウォッチングしてます。でこうして見てみると1分間に1足は売りに出されているよねっていう計算になるんですよね。なので本当に流動性がゼロかっていうと、なんかそうでもないんじゃないかなと思っています。はい。であとはステップとの比較ですよね。これが結構、まあ、実際にどの、まあ、プロジェクトをダップスでやっていくかっていうのが、まあ、重要になってくると思っています。でカロランとステップンですね。ステップンは、まあ、ソラナのチェーンと BSC のチェーンってあるので2つ書いてますね。キャロランは、BSC のチェーンになってます。はい。でトークンの価格が、まあ、BSC は、まあ、53円、バイナンスの GST になってますよね。で、これを見てみて、あとは靴一足との価格と見て妥当ですかっていうところですよね。カロランだと260フィットぐらいで、まあ一番安いジョーガーだったら売ってます。で、これがだいたい今の相場だと10万円。ステップンだったらだいぶ落ちましたね。ソラナで1万4000円。で、BNB で4万円ぐらいの価格になっています。で、ちなみにこのカロランはほぼステップンをパクっているので、2エナジーですよねっていう考え方もほとんど一緒です。なので、この2エナジーで、まあ、大体10フィット稼げます。そうすると、まあ、3900円ぐらいが毎日チャリンチャリンと入ってくるっていうような状況になっているっていうのが現状です。ソラナだと230円、BSC だと530円ってことになります。はい。で、そうすると、じゃあ原資回収までの日数はっていうと、靴一足の価格をこの2エナジーでの報酬を割ってあげるといいですよね。そうすると、まあ、カロランが、まあ、圧倒的に利回りがあるっていうのがわかるんじゃないかなと思います。まあ、現状で30日ぐらいで原資回収できるよ。ステップン始めた人は原資回収遠のいてるよっていうのが現状になっているわけです。はい。あとはこれね、日本だとなかなか情報入ってこないですよね。これって日本での、まあ、人気のなさが露呈してるんじゃないかなと思います。はい。でこれYouTuber なのでね、スプランはね、キャロランと、このフィルターですよね。これを今週ってやって検索してみました。そうすると、日本の動画が上に1本しか出てないんですよ。しかも、絶対ダメな理由参戦って言って煽ってるんですよね。で、まあ、そんなことなので、日本ではまあ盛り上がってきてないよねっていうのはまあ現状なんだろうなと思います。なんか日本で盛り上げかけの瞬間って2、3週間前にあったじゃないですか。まあなんだけど、そこで、やっぱり、こう、
力のある影響力のある人たちが、まあ、絶対ダメダメ本当ダメみたいな感じで言ってたので、なんかそれに、まあ、乗っていくっていう人が減ったんだろうなと思っています。はい。でちなみにこの動画だとダメな理由が、まあ、運営ハッキング上級者って3つ挙げてたんで、なんかあんまり納得いかなかったので、まあ、その3つについて簡単に解説してみようと思います。はい。でそれがまあ懸念点にもなるわけですけど、まず運営ですね。運営はまあ正直このステップンをパクったね、そんな運営と仲良くしたいですかって感じだったんですけど、まああとは未実装の内容が多いんですよね。ステップンでいうジェムです。このカロランでいうとストーンですね。これがまだまだ入ってきてないよっていうのがあります。で一方でカッパとのコラボがまあ発表されたりしますよね。でこれは企業の信頼を考えると、まあこの運営自体はまあ逃げれない状況にあるんじゃないかなと思っているので、これはねカッパとの信頼関係があると思います。なのでまあ個人的にはここが一番懸念なんですけど、なんか残り20日とか、30日ぐらいの間だったら別にいいのかなと思っています。はい。で、あとハッキングですよね。まあ先ほどのこのフィットトークンが暴落した理由がハッキングだったよって話なんですけど、まあ正直ハッキングってこの NFT、Web3 の世界って、まあどこでも起きるわけですよね。なので、まあアクシーインフィニティだと受けてきたし、まあスプランが、まあよくね、初期の頃にメインで発信してる、まあイルビウム、ポケモンみたいな NFT ゲームですよね。これだって2021年の末かな。にまあちょっとねトークンがまあハッキングにあってきました。だけどイルビウム今もう元気ですよね。だしこうこの前あった6月上旬にあったランドセールですよね。まあ全部で2万区画のランドがあったんですけど、それがめちゃめちゃ高い価格で全部売れてったんですよね。まあなんでまあハッキングあったからといって、それ一回あったごときでなんかそれに対してまあなんか非常にネガティブを持つとか、なんかそんな判断にはなんないのかなと個人的には思っています。はい。で、あと上級者ですよね。まあステップンで慣れてる人がいるので、上級者が上級者たるゆえんはまあゲームに熟練してるからっていうのがまああるとは思うんですけど、まあ上級者が煽り出す前に始めておいたらいいんじゃないのっていうのが個人的な意見です。まあ 2,3 週間前日本のね上級者たちが煽ってましたけど、なんかダメだって言って上級者は諦めましたよね。まあだからこそまあ人数が少ないからこそまあ狙える市場なのかなと個人的には思っています。はい。まあ上級者が始めないなら、まあひたすらステップンより良い利率で稼げばいいんじゃないかなと思います。まあボラティリティもまあ、昔のステップンぐらいにあんまり起きてないよねみたいな状況だと思います。今だとねもうすごい価格乱高下するじゃないですか。そんなことも起きないので、まあ上級者が入ってこないなら入ってこないでいいと思うし、入ってきて煽って始める人が増えるならそれはまあフィットトークンが上がっていくだけなので、なんか別に今始めればいいんじゃないのと思ってるのが個人的なまあ意見ですね。でまあ実際に始めましたよってことです。ここで始めるのをやめてます。まあ躊躇してますっていうと動画出すなよって感じですよね。はい。ということでまあまとめですけど、まあカロランを始めるなら、まあ個人的には今だと思って始めてみましたよって話です。まあこうやって結果は立ち回りで決まるんですよ。でプレイヤーの大切な資産をまあ当然回していくわけなので、守りつつね増やしつつね NFT ゲームを今後も楽しんでいければなと思います。はい。スプランでですねもうすでにステップンで資産を10倍にしています。というのもあり、まあなんか随分資金的には余裕はあるんですけど、まあどのゲームでも負けないっていうのを目標にしてます。まあ今まで2つとか3つぐらいゲームやってきたんですけど、まあ全部勝ってます。なのでまあそんなところ守りつつ増やしつつってところが大事だと思うので、自分の資産は大事ですよね皆さんね。なのでそこを守りつつ NFT ゲームできるだけ楽しむっていうのを楽しんでいければなと思います。まあその過程とかをまあ発信しているチャンネルですので、まあカロランどうせ失敗するんだからお前どうせバカだろみたいな思っている人はぜひチャンネル登録いただいて引き続き結果を追っていただけると嬉しいなと思います。はい。アンチコメントだけはやめてください。はい。そんな感じで本日は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。本日もありがとうございました。